テテ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 だってパパが食べてきたじゃん。うん、はい、じゃあ、ちょっと恐竜博物館での買ってきた。何？3種類、恐竜が入ってんの。うんうん、ティラノサウルス、トリケラトプス、クビナガ竜。この中に？うん。のどれかが入ってて、3個しか買ってないから、3種類、うん、入ってないかもしれない。かぶってるかもしれない。で、肩抜きバームって。とりあえず全部開けてみようか。美味しいんですか、これ。美味しいかどうかは知らん。ね、この蓋の部分もね、恐竜になってるって。さあ、当て。これは何だろうか。ティラ。ティラのかな。うん、これを何すんの。肩抜くの、ここ。わかるかな。どうやんの、どうしように。お、違う。これ首長竜。うん、首長竜。これがトリケラやったら完璧。うん、完璧。よいしょ。誰だ。あー、かぶった。首長竜。トリケラが出へんかった。じゃあ、いいね。食べていい。いいよ、食べていいよ。お、砂糖だね、これ。え、いけた。こういうことか。そう、パパみたいな。そうそうそう、そうた上だけだけど、そう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 、そう、こういうこと。あ、こういうこと、そうそう、こういうこと。食べてる。こういうこと。そう、こういう肩抜き。そうだ、もできてる、できてる。すぐもできてて、もう食べてる。確かにこれ、あの、地層に似てるよね。あー、地層っぺ。そっち切って美味しいです。それは良かったです。出るってこと。じゃあどこから、もったいない。もったいなくて食べれない。さく、うん、ちゃんなんか普通にバグバグ食べてるけどな。ソウタさんはもったいなくて食べれない。え、じゃあもったいないんだ。恐竜の顔は残しとくと。え、違う、もったいないんだ。これ取れるから取ってあればいいんじゃない。あ、せやな、そこ取ればいいよ。うん、じゃあそれ残しとこう。もったいなくて食べれないね。